チャオ、はっちゃんです。今日は、下の子ちゃんとお買い物です。はい、ね、日曜日にね、食材買いに行くの子供からあんまり好きじゃないんだけどね、もう食材がないからそんなことも言ってられへんし、買いに行きたいと思います。で、いつもね、食材買うだけやったら子供ついてきゃいんだけど、ピュアちゃん、うちのワンちゃんのね、おやつ買おうか言うて、だから一緒に行く言うから、はい、下の子ちゃんと一緒に買い物ドライブしたいと思います。ね、上の子ちゃんはなんかパソコン触っていてるって言うからずっと家にいてます。はい、はい、ということで、ね、近くってまあ隣町のスーパー行くねんけどね、と、ペットショップ行くかホームセンター行くかよくまだ決まってないねんけど、その辺りで、あれです、ワンちゃんのおやつを買おうかなと思ってるんで、だからね、今日すっぴんです。はい、ドすっぴんで、着てます。すっぴんやしね、もう髪型もくしゃくしゃのまんま、まあいいやみたいなね。はい、その辺の主婦です。この付近、防弾エリアです。取り締まりにご注意ください。この先、一般道、道の駅があります。黄色になっちゃった。はい、ということでね、じゃあ家にあったのこれ。賞味期限が2月で切れてんね。まあ、いや、多分俺なんかちょっとめちゃめちゃしている。ところに買っておいてあって、ね、忘れてた。で、賞味期限が2月の4日で切れて、多分2月の4日ぐらいだったら大丈夫だと思うんだけどね。たまにね、お出かけしてみんなでお茶買って、結構ね、上の子があんまり飲まへんのね。だから飲まんかって持って帰ってたやつ転がしたんだよ。これがちょっとね、台所とかでめっちゃにしていろんな料理してたら油があちこち飛ぶから飛ぶっていうか、冷やされたやつがねまた戻ってくるかなんかで、いろんなところでねっちょりするのね。ストッカーの中入れたってよかったけど、外へポイッといたいたから、はい、調味料とかね、ストッカーのほうポイッと、ストッカーとか足元にポイッといたあるから、そこに一緒にあったで、みたいな寝ちゃってたから、かすかに洗っていいねんけどね、なんか持った感じちょっとねっちゃりする感じがする。ストロー出して、家で沸かしたお茶はね、2、3日経ったら酸化してまずくなっちゃうし、この前ね、お茶沸かして1週間ぐらい、いつもね、あれ、お茶は沸かして、なんていうの、ストッカーっていうか、なんていうの、ホットみたいなやつに入れて冷蔵庫入れてんだけど、それに入りきらんかったから、500のペットボトルに入れて一緒に冷蔵庫入れてあったんね。それ飲む忘れてあって、1週間ぐらい経ってたんかな。で、飲もうかな、で一口口入れた瞬間にスッパッて、なんかやってみようかな。開いてないから、口も口つけてなかった。ご注意ください。大丈夫かなと思ったら、パリパリって言わんかったの。くっ、量のやつ開けるだけで飲んでなかった。風切らんかったら、お茶とかって賞味期限全然大丈夫だと思うんだけどね。ああ、コンビニ過ぎちゃったよ。最悪。ここからね、山向いて行って自販かな。まずい、口直しに何か飲みたい。もう嫌だ。
デルの手前右側に自販が昔あったんやけど、なくなっちゃったかもわからへんし、まあいいやもう。今日もう2回腐ったお茶飲んだよ今日。さっきの話、ペットボトル入れて忘れてやってって言ってたは、まあ、今日のデシナーです。ペットボトルお茶持って行こうと思って、でローソンのジャスミンティーのペットボトルやって、あ、これそういえばこの前沸かしたお茶じゃんって思って、で一口口に入れた瞬間酸っぱうえってなって、で足元にあった持ってきて、16茶やったら大丈夫かな、全然これなの上まであるしと思って、今開けた瞬間パリパリって言わんかったから嫌な予感したんよね。はい、嫌な予感的中でした。自販のところに車が止まって止められない、反対車線なんで、なんかダメな時ってダメなことが重なるんよね。ね、旧道に入ったらお茶があるかな、自販があったよ、ちょっと旧道行ってみよう。昔な、トンネルの上を車が止まってなかった、あ、自販なくなってる。ひゃー、やっぱりね、道が急にトンネルやったところが、終点取締ポイントを回避しました。いや、峠通ってたところトンネルになって、人通んなくなったら自販機がなくなってました。はい、いいか、昔なここ通ってた、トンネルない時は覚えてないよ。知ってる。知ってる。まだね、ここ通ってる人多いよ。はい、旧道で、ね、あんちゅう前に旧道はあんねんけどね、トンネルの上登るだけやから、あ、ドライブ目線にしてよかったかな。光ってたの。ここにも道路が赤いの光ってた。なんだあれ。デニムのミニスカ履いてきたんやけど、太ったみたいでパツンパツン。去年、まあ去年もね、まあ、パツパツっちゃパツパツやったんやけど、こんなきつかったかな。その分パツパツなんでしょって、で勝手なことを思いながら、ね、下っていきたいと思います。峠道途中で自販ここにもあったんやけど、なくなっちゃったんやね。はい、こうね、ないのが分かると飲みたくなるんよね。
口の方がね、酸っぱって気持ち悪いの。売れへんかって考えたらこんなところに自販置くのはダメやからね、置かへんのは分かるけどさ。感じがする。嫌なもん、変なものだから気分的なもんやとは思うけどね。はい、ね、右に自販機があるところにまた車が止まってます。ね、やっぱりね、一台車止めると止められへんよね。だからね、買えないんです。そこの奥は入って買っていこうか。ジュース1本スーパーで買ってきます。もうスーパーが一番近いということで、ここへ入ります。スーパー入ったらおやつまで買ってきそうな気がするな。自販機あるから入り口の自販機で買おうか。でもいいしな。またね、変なポテチ見つけてきた。ホタテ醤油とか、かっぱえびせんのエビチリと、なんだこれ、黒入り七味。はい。で、今日はね、ペプシコーラの特保買ってきました。脂肪の吸収を抑え、排出を増加させる。ほんまかいな、みたいなね。でもね、ゼロカロリーあんま好きじゃないのね、あっちゃんね。変な甘味料。人工甘味料ね、好きなんだけど。
ちょっとね、脂肪を減らしたいんで、はい、お茶買わへんかったん。お茶よりこっちが良かったもん。でね、見たいとね、下の子ちゃんもね、脂肪かなりあるんで、飲ませて脂肪を燃焼させようと思います。うわ、泡がすごい。なんだ、ティッシュ取って、ティッシュ、ティッシュ、あ、タオルで拭いちゃった。なんだこれ。はい、えらいことになりました。ベタベタなるから嫌なんです。まあでも、ね、仕方ないっちゃ仕方ないんやけどね。これはね、膝掛けとか、ね、窓のね、のぞき見防止用とかにタオルを何枚か入れてたんね。それのタオルなんで、まあいいや、たまに洗おう。はい、ね、神様が洗えっていうお示しなのかも分からへんしね。持って帰って洗います。はい、大変なとこに、あ、こぼれてる。コンソールにこぼれちゃいました。コンソール？変なとこじゃなかった、よかった。はい、では走りたいと思います。確認しました。でね、お家から持ってきたカールの贅沢チーズ味、これね、食べようかなと思って買ってやってん。ドライブの時に食べようかなと思って買ってやってんけど、うん、なかなかドライブ行くことなかったから、お家ではね、まあ他のも食べるけども、なんか贅沢チーズ味カール、カリッと食感カールスティック贅沢チーズ味7種のチーズの美味しさ、よいしょ。おー、チーズの香りがすごい。で、このカールはちょっとね、細カールで硬い目なんで、あんなふわっとしてなくてカリッて、結構ガリッて感じの、うん、で、ね、こんな感じ。また車で走行しながら食レポもしたいと思います。では出発。うん、おいしい。こぼれるよ。うまかったら焦げるよ。持っといて。チーズが濃厚。でも、うん、硬いのね。まあちょっとちょいだカールの、ふわっと軽い食感の方が好きやから、こっちよりも袋入りの方が好きです。はい。久々にコーラ飲んだ。コーラがね、ちょっとね、体にすごく良くないんで、飲むのをやめたんでね。ずーっと飲んでなかったんやけど、たまに飲みたくなるのね。たまに飲みたくなるときは飲みましょうっていうことで我慢しても体に良くないからね。だからね、食べたいときに好きなものを食べる、飲みたいときに好きなものを飲む。で、わざわざ選んで体に悪いものは食べない。でも、どうしても食べたくなったり飲みたくなった時には、その時は飲んじゃう、うん、ぐらいの、好き勝手なことしてます。あ、見てヒマライナが横通ってる。伊勢志摩ライナーです。赤い方の伊勢志摩ライナーです。伊勢志摩ライナーは確か黄色もあったよね。そうなんですよ。で、普通の、急行です。そうなんよ、普通に走ってるとき子供ちゃんには分からないんで、子供ちゃんあんまりね、電車興味ないんで。昔はね、プラレールとか N ゲージとかやって遊んでてしててんけどね、みっちゃんが電車あんま好きじゃないんで、旅行とか行くときよ、電車は疲れるって車の方が好きって。まあちゃん運転やからね。あちゃんは運転がめんどくさいから電車が好きやったよ。だからそれであんまり電車旅してなかったんだよ、子供がちっちゃい時。だからあんまり子供も興味ないみたい。時々連れて行くんだけどね、時々連れて行ったら喜ぶ。でもね、やっぱ歩くめんどくさいみたい。
者の遺伝子を色濃く継いでますね。はい。あ、イエアの仕組みが決まってましたね。なんかが通りそうな感じ。ということでまた踏切待ちカメラ切り替えたいと思います。どっちから来るかな。JR の踏切は結構ね待つ時間長いんですね。力くるかな。逆かな。炎の操作は駅から出てくるんか。やっぱりこの前に乗ったのが青いの。普通の JR の電車です、はい。この前ね、はっちゃん和歌山まで行った、あの普通の電車です。はい。ということで右渡って、進んでいきたいと思います。カリッと食感で、はい、いつもの紙でふわっとじゃなく、カリッと食感で相変わらず歯にくっつきます。それがまだ歯の美味しいところやねんけどね。ね、カールにコーラが合うんよね。なんかまあコーラ買ってきたもんねけどね。はい。買いたいと思います。まあ、コーラだけやってね、お茶も買うてきたよかったけどね。飲みたい時にこう何か買うけど、別に、後のこと考えて買うことは絶対ないんで。これが一緒なんです。はい。ね、下の子ちゃん、動物好きやから、ペットショップ連れて行ってあげようと思ってね。この前の、この前ドライブとかでチラッと言ってたかな。あのここのとこペット屋さんでいろんな動物いるんだよって話してた。この付近、消防署エリアです。緊急車両にご注意ください。とんかつ食べたいな。歯にカールがひっついた。日曜日のこんな混雑するときに道路 あのラインの引き換えやってる。辛く思うわな。ああいうのって道路のね、交通なんだ、交通量調査かなんかして、で少ない車の少ない日にやるもんやけどね。ここの交差点日曜日一番多いからな。多分年度末の来週火曜日じゃない、来週4月になるから、多分年度末でザクッとやっちゃわんといけんから、日曜日関係なしにやってんねやろね。まあね、ああいうね、年度末工事ほど無駄なものはないからね。あっちゃん家の前のところの、ラインも年度末工事でこの前引き換えてた。で
多分慌ててんやろね、サクサクやって綺麗には塗り替えたんだけど、道路のあのライン削ったカス、あっちゃんの車のとこにいっぱい飛んでたもん。まあいいやって思って何落ちてんのかなと思って車横に、だからライン削って、あれ多分機械でガーって削るんだよね。で削って、削りカスがあちこち飛んでるやつ掃除せんとか言ってしまったひどって思って。まあいいけどね、雨が流してくれるし。あっちゃん家の前にね、これぐらいのかけらが10粒近く飛んでたよ。しないとダメだみたいなとこやってやろうね。この近くに、その目の前のところに31アイスがあるんですね。で、31アイスを食べようか、どうしようかなって迷ってるんだけど、子供はソフトクリームが食べたいって言うから、ミニストップでも行きましょうかね。31行こう、31行こう、31行こう。逆かわいいで。入んねた帰りやで。広い土地が空き地になってるわ。もったいないね。ここも町のような田舎のようなやしね。でね、角にこの信号の角のところにローソンがあったのがなくなって潰れてんの。でなんか5月にまたなんか再オープンって書いてあるから何になるんでしょうね。ローソンの跡地はセブンになるの大体。で
セブンの近くにローソンができるの、関西なんかそんな追っかけが多いんよね最近。じゃあミニストップが好きやけどな、ソフトクリームが美味しいから。ローソン潰す必要ないんじゃん、もうそれやったら。ローソン？ローソンはローソンでまたいいもんがあんねん。ローソン潰す意味ないやん、そこら辺にまたローソン的にやってる。潰す意味ないけどな、契約があんねん。10年とか20年とか契約あって、契約終わったらなくなんねん。事情です。あ、目が痛くなってきた。最近ね、ちょっとね、疲れてるのかなんかわからないけど、目がすごい痛なのね。目が痛い、なんやろね。肩こりかな。虫歯治したはずやからね、虫歯はないと思うんやけど。いやいやね、メイクはね、いつも適当、適当っていうか、うん、すっぴんで出てくることは多いからいいねんけど。まあね、自分が金ソロの人は見てないと思うけどね。そんなところね。あっちくなってきた。ジャケットじゃ、ふわもこ脱ぎたいけど、そういう時に限って信号止まんないよね。座り比べして遊んだりするんだけど。欲しいな、いいソファ欲しいんやけどね。前から持ってんの3人掛けの真ん中テーブルになって電動でリクライニングするソファ、あれが欲しいんよね。あれに座ってね、なんかワインとか、ね、なんか飲みながら映画見たりとかしたいなって思ってて、はい、いつかあれ買おうって思ってるけど、もうあれ買おうって思って十何年経ちますね。はい、みきちゃんと結婚した頃に言ってた、あんな顔よ言って、部屋模様替えしようよって言ってたけどね。はい、そんな気力もなくなっちゃったけど、やっぱり欲しいのは欲しいね。
きました。ということで中入りたいと思います。